東京都足立区大台から見た大行橋。高い橋は日暮里、舎人ライナー、荒川橋梁線大橋は荒川に架か,かる東京都道58号台東川口線の橋である。事業中は元木橋梁の仮称が与えられていた。荒川河口から 15.5km の位置に架か,かる橋で左岸測定な位置には取り付け道路の車路があるが、右岸側では 隅田川に架か,かる大久橋と直接接続している。すぐ下流側には、日暮里、舎人ライナーの荒川橋梁が並行して架橋されており、南詰めに、足立小駅、北詰めに、大久大橋駅がある。左右両側に自転車通行下の歩道が設けられている。橋の管理者は、東京都である。また、防災拠点等に緊急輸送を行うための、 東京都の特定緊急輸送道路に指定されている。都営バスの佐藤48系統路線の走行経路である。左岸側は足立区線、右岸側は足立区大台で、共名は左岸側の地名にちなむ。大木大橋は1974年竣工され、1975年7月1日下り線のみで暫定開通した。開通式は、 大木町の祝賀協賛会主催で午前10時より挙行され、正午に橋は一般開放された。なお上り線は1979年に架橋されている。橋付近は重工が混在した市街地となっている。また、スーパー堤防化事業や五色桜に由来する桜の植樹事業が行われている。ありがとうございます。